の空中写真をもとに作成橋の右側に富山城左上側に富山県五福公園が見える富山大橋は神通川にかる富山市内の橋梁2012年に掛け替えが行われた富山市の中心部と呉波丘陵異性を結ぶルートの一部で国道8号の整備や神通川の改修と合わせて 神通神大橋を架け替える形で1935年に建設された。完成時には県内で最長の永久橋であり、名称の由来は不明だが、富山市や富山県を代表する橋となった。また、市内中心部と神通川左岸の間のアクセスにおける第一橋梁とされた。初代の富山大橋には中央に富山地方鉄道富山軌道線の単線軌道が、 敷設され、道路は、富山県道44号富山高岡線にへ、指定されていた。通行量は2万5000台、未知と、同じく神通川に架かる橋としては、中島大橋、有沢橋、府中大橋と比べると決して多くはないが、二車線構造であること、富山市街地と暮れ八区、さらには、県、第二都市である。 高岡市を結ぶ最短ルートとしての交通の要衝であることなどから、朝夕のラッシュ時に限らず激しい渋滞が発生していた。過橋後70年以上が経過したこともあり、北側に隣接して2006年から新橋の工事を開始し、2012年3月24日に供用開始となった。新橋は中央に付設された富山地鉄の軌道が複線化され、 車道4車線の両側に歩道を備えるなど急遽の2倍近くの福音があり、車道、歩道、軌道のすべてが、掛け替え前のおよそ2倍の容量となるため、交通渋滞の緩和が期待されている。富山市の中心部と五福地域を結んでいた、神通新大橋は、大正時代に入ると老朽化が進み、また神通川の改修により、堤防より橋が低くなるなど運用に問題が、 生じていた。このため、西側の旧国道11号の改修に合わせて、橋の架け替えが1928年に、当時の白根岳助富山県知事が、富山県会提出した第一期、協梁改良事業案が県会で議決され、財政難で一時中止された後に1934年3月から、富山大橋の建設が始まった。なお、 走行費は914,435円に上り、当時の富山県の橋梁としては破格の金額だった。下部校の施行は、加藤組、上部校の制作は横川橋梁製作所が受け負った。加藤組の加藤金次郎は超過分のコストを自ら負担して、原案よりも橋脚数を増やすなど橋の強度を高めて、将来の車両の重量増に備えたという。 同年7月と、翌1935年6月に出水が起きたが、工事関係者によって被害は抑えられ、1935年11月に、東波市は竣工した。翌1936年4月13日に、行われた渡り染めには、神津新大橋の時と同じく、富山市内の青木家の三大夫婦が選ばれている。開通時には同時に改修された、 国道11号の一部となり、従来のクレハ丘陵遺跡へのメインルートだった、神津大橋をバイパスする新ルートを形成した。やがて、太平洋戦争が始まると、橋の欄干と共鳴版は、金属類回収令によって供出されている。なお1945年の富山大空襲では、900メートル北にある木製の神津大橋が、消失したが、 高生の東派市は消被害を受けるも消失を免れた。戦後は交通量が増加し、1956年7月には臨海学校に向かう立山町立上等中学校の中学生らのバスが木製の欄干を突き破って転落し、生徒3名が死亡、61名が重軽傷となる事故が起きている。この後、欄干は鉄製となった。 1969年7月2日の豪雨では、西岸から2番目の橋脚が3.45メートル、沈下して路面が陥没し、通行が不可能になった。当面の対応として、上流の有沢橋と下流の神津大橋をそれぞれ一方通行にし、8月2日には、歩道橋と車道橋を橋の西側に仮設した。原因としては、 交通量の増加とセンサの乱屈が挙げられており、1970年6月25日に復旧工事は完了している。この復旧工事においては、日本初の無人化試行が行われ、優先リモコン式の水陸両用ブルドーザーが投入された。1976年3月31日、富山高岡バイパスが国道8号の本線になったことに伴い、 主要地方道富山高岡線に指定された。1992年7月からは、橋のライトアップも実施された。1990年代に入ると老朽化や、片側一車線という交通容量の小ささ、単線区間を呼び、強度不足から来る、富山機動線の輸送力、車両運用上のネックが問題になり、 文化遺産としての保存も検討されたが耐久面に問題があると判断され、掛け替えと現在の発資の取り壊しが決まった。4組が参加した総合評価落札方式による入札の結果、川田工業、佐藤鉄工の JV が技術面などで高い評価を受けて44億9000万円で落札した。なお、これは富山県で初めて、 JV 結成を要件とした総合評価方式の入札となった。2006年10月24日より新橋の建設が始まり、2011年に完成する予定であったが、予定よりも遅れ2012年3月24日に完成。その後急遽は2015年3月20日までに撤去され。 2015年7月11日に、急遽の橋爪にポケットパークが整備された。急遽と同様に、富山地方鉄道と山軌道線の軌道が、中央に設けられて伏線に拡張され、その両側に、片側に車線の車道と歩道が設置される。車道と歩道の幅員は、それぞれ7.5メートル、4.5メートルで、歩道は、 旧大橋の2倍以上の幅となっており、両側の各2箇所には橋を張り出す形で、バルコニーが設置されている。降欄は、富山県の代表的な産業であるアルミニウム製で、約3メートルごとに、近隣の富山市立五福小学校と芝園小学校の児童たちが、富山ガラス工房で製作した約7センチメートルの、ガラス玉を貼り付けたガラス板がはめ込まれている。 また、軌道の河川は照明灯を兼ねたセンターポール式にし、橋から望む縦山連峰の眺望を損なわない養景観に配慮されている。橋脚は軽損基礎の壁型構造で、上部校は構成となっている。三本の橋桁の仮設については、西岸側の約290メートルで重機が使えない、ため油圧ジャッキにより4メートル。 字のスピードで押し出す送り出し工法を採用した。なお、東岸側の残り部分ではクレーンによって橋桁を吊り上げる工法となっている。急峡はゲルバー式後半桁橋である。この方式は日本では大正後期から昭和前期にかけて連続橋の建設が困難な地盤の中小橋梁に多く用いられている。東橋の景観、数十三。 橋町472.4メートル、最大スパン町39メートルという値は、戦前の国内の同系百188橋の中で、それぞれ9位、7位、13位に相当し、当時としては、全国有数の大規模な多形間橋梁だった。また、橋梁すべてが、ゲルバー式後半桁橋であるのも、東橋の特徴で、この構成では、 三幸橋と長良橋に次ぐ国内3位の長さだった。活火重は 500kg フォース、平方メートルで8トン自動車や9.11トンの電車に耐えられるように設計され、神通新大橋と同様に、富山地方鉄道富山機動線の単線軌道が設けられた。車道と歩道の福音は、 それぞれ12.0メートル、2.0メートルで、人通信大橋の2倍以上になっている。橋台は、重力式コンクリート、橋脚は、基礎が、鉄筋コンクリート、躯体は、ラーメン鉄骨及び鉄筋コンクリート構造が、採用された。ありがとうございます。